これはあの白い部分だけが長にして、あで、あとは普通の短めにしてます、うん、で、多分ポスターの方にもあるんで長いやつと短いやつがあるんですよ、ネギが、はい、月曜日もっと早いんですよ、月曜日って7時じゃないですか、はい、7時で開業なんで、はい、だから5時から作りたいとなると4時起きとかそんな感じ、あ、そうか、そう、そう、明日より1時間早く起きるんで、会社行く前で食べてくるってことですね。そうなんです。朝食として。そう。で、今のところ、はい、月曜日でもやっぱその早いんですよ。7時から来るお客さんが割といるんで。はいはい。はい。これから出発ですね、はい、そうですね、ちょっとこれからキッズダイニングに行きます、はい、よろしくお願いします、頑張りましょう、よし、おやん、しもちゃん、お座り、お座り、よっしゃ、ちょっとこれからやるから待ってね、ここで待つんだよ、分かった、おとなしくすんだよ、オッケー、待ってね、はい、オッケー、よし、じゃあ中で仕込んでいきますか、はい、キッズダイニングって言って、はいはいはい、まあ、レンタルスペースなんで、あの基本的に子供たちが遊べるみたいな感じの仕掛けになってるんですけど、はい、なってますね、まあ、キッチンがあるので、例えばそのお料理会とか、はい、するのも、はいはい、あのまあ、自由って感じですね、使い方は、はい、こちらのスペースも去年、うん、あのオープンしたばかりなんで、あまだそのこれからって感じですね、あの町内の人に行き渡るって感じで、うん、ちょっとこのアクトリをしたら一旦ちょっと空を散歩に出かけちゃいます、はい、うん、ちょっとうるさいもんで、多分このままだとそのうち近所からクレームが出そう。これで15分煮込みます。はい、あ、これ取れてますね。アクシート。あ、そうですか。素晴らしい。それなりにもう一個かぶせてとこう。結構表面がすごい綺麗ですね。はい、で、八角は取れてなくていいですね。ちょうどこちらの狙いです。もう一個塗っちゃう。お、いい感じ、これ楽だな本当だ、もう一個のせようで、あとは油も取んなきゃ、表面に鶏のその油がすごい出てくるんで、なんかもったいない感じありますけどいやでもね、やっぱねすごい油っこいんで、あーそっか、あっさり感が、まあ、そういうのも好きな人はね、ベトナムで言うとこの油をわざわざ取ってあの
油濃いめのにしますかみたいなカスタムもできるんですよ。なるほど。ベトナムでは。はいはいはい。はい、もう基本あっさりに取っちゃいます。はい。うん、こっちの方がなんか。はい、そのうるさいよ、そのうるさいよ、簡単にして外の様子が分かる感じですね。おお、なるほどね。でも立ってるんで。あ、そうか。で、こうすると見えます。ちょっとあれ、ちょっと色が怪しいね。そうですね、なんか逆光だからね、うん、いや、いつも使ってるんですけど、安定するまで。本場はね、ベトナムの味ですもんね。そうなんですよ。私たちには作れない味ですよね。作れないですね。あれ、ネギ入れるようなやつある？ネギ入れるような。あ、もうそこのからなんかカット取ったり。あ、ちょっとなんかあるもの。結構皆さん、テイクアウトしたいっていう方いるよね、結構ね。そうなんです。今日は特別限定とか言ってましたけど。まあ、今日はもう、テイクアウトは身内のみのメニューなんで。大々的には、ね、まだね、よくね、一人で頑張ってるんで。いやー、もうどんどん一人でやっちゃいます。びっくりしちゃいます。じゃあまた、うん、手足りなかったらまた月曜日とかさ、連絡して。多分一旦大丈夫、スタッフさんがいるんで、うん、また何かあれば。ありがとうね。ありがとう。はいはい。じゃあどうも、いってらっしゃいませ。食べちゃうので。様に帰っていただいて、名前と、まあ、注文数ですね。で、はい、まあ、お客さんは名前とこことここでいいと思います。で、注文数をここでサップさんが書いて、はい、で1回もう先にもお金もらっちゃって、あ、こちらに来て私の方にオーダーの内容を伝えてください。マイキン制ですね、はい、はい、準備は万端ですかね。まあまあって感じですかね。じゃあ頑張りましょう。今日はお願いいたします。こちらが、朝フォーのセットとなります、はい、でご飯をお付けしているので、まあ、スープを食べ終わった後にスープと一緒にリゾート風に食べてください、はい、でコーヒーはベトナムコーヒーで、今回アイスなので、はい、下の方に下にコンデンスミルクがあるので、はい、よくかき混ぜてから召し上がってください。でちょっと味見、ホットで味見したいのはそのまま飲んでいただけばホットの味ですし、かき混ぜた後のものをこちらの、グラスにかけていただければアイスコーヒーになりますので、どうぞ召し上がってください。ありがとうございます、はい。もう少し柔らかくしていかないとネギ臭くなっちゃうんで。
めての味ですね。美味しいです。苦いんですか？苦くない。あのコンデンスミルクが中に入ってるから、うん、子供でも OK みたいなとこというところあるかな。うん、さっき言ってたあのインドのチャイとはまた違う味がする、うん、こっちの方がまろやか。あ、うん、これね、今あのコーヒーが落ちてる状態なので、落ちきったらこれを受け皿にして、こう持ってどかしていただいて、下にコンデンスミルクが溜まってますので、よくかき混ぜてお召し上がりください。召し上がってみてどうでした？結構ちゃんと味がしていて、でも味が濃いわけではなくて、好みであのチリソースだったり魚醤のやつだったり、はい、ニンニク酢入れるとだいぶ味が変わるので、はい、なんかほんとちょっとずつこう調味料足して自分風にこうアレンジできたら、こういろんな種類の味が楽しめるのかな、うん、美味しかったです。なるほど。なんか最初からこうあのスープ飲んで麺食べてっていう、だんだんこう段階を経てくとね、ちょっとなんか味、調味料入れるだけで全然味が変わりますよね。そうなんです。なので私あのニンニク酢が初めてで、はいはいはい、あれを入れたらすごい好みになりました。おそういうことだったんですね。はい、はい、お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。今日は朝早くから、はい、準備進めて、はいはい、ようやく終わりましたね。ああ、そうですね、はい。今日は、まあでも、もう営業、まあ、5回目なので、はいはいはい、ちょっと一通りとか、まあ、事前準備もちょっと慣れてきたので、まあ、前と比較したら、そんなにバタバタではないのかなとは思いますね。そうですか。はい、やっぱそこにこう余裕が出てきたって感じですかね。とか、まあ、あと、まあ、そうですね、あの SNS で投稿してアルバイトも募集してるので、うん、スタッフさんとかもいたので、はい、まあ、以前は一人だったりとか、はい、あの地域の方がヘルプに入ってるんですけど、まあ、今日はちゃんとしたスタッフさんも入って、まあ、その分もちょっとまあ負荷が減ったっていうのもありますね、うん、はい。今日初めて来られたスタッフさん、はい、2人いらっしゃったんですよね。はい、はい、そうですね、はい。だからなんか動きが良かったですよね。わあ、そうですね、本当に皆さんあの、まあ、経験者の方もいますし、うん、あとはやっぱり、まあ、基本的にこちらお伝えする内容すごいあの本当に早めにあの吸収していただいて、すごくよくしているいただいているので、そこはすごい良かったかなと思いますね、はい。今日一番良かったことは何でしょう？今日一番良かったことはそうですね、まあ、でもやっぱりまあ、その今度また入ってくるスタッフさんがわざわざねこう事前に来て味も食べていただいたりとか、お店の流れを見ていただいたりとか、なんでまあ今後も長くやっていく中で、まあすごいいい方々に支えられている部分もあるのですごい良かったのかなと思ってますね、はい。今日来てくださったお客さんの中で、はい、なんかテレビを見たいもんなんつって言ってくれた人いましたよね。わあ、そうですね、テレビとか新聞とかで、はい、わざわざ結構まあ遠くまで上田の方とかも、うん、あの来ていただいて、でそこはすごく嬉しかったんですけど、うん、まあ、とは、まあ、反面やっぱりその、まあ、新聞見てテレビ見ていざその検索してみると、うん、なかなかヒットしないとか場所がわからないとか、うん、そういうアクセスの不便があったので、うん、まあ、そこは今後ねあのうまく皆さんが検索した時にあの受け皿として分かりやすいようにあの伝えられるようにはちょっと工夫していきたいなと思ってますね。なるほど、はい。なんかタイのパクチー、はい、ね、はい、入ってないぞなんて言ってる方がいらっしゃったけど。ああ、そうですね、はい、あのまあ本場のハノイで行くとベーシックで行くとパクチーそもそも乗せて、まあ、いないので、なん、はい、なんでまああとはもうまあ、いろんな地域だったりとか、まあ、日本に来たらやっぱそのパクチー乗せたいっていうそういう食べ方もあるので、まあ、パクチー乗せても全然美味しいんですけど、うん、まあ、うちは全然もうシンプルにまずネギと鶏肉のガラスープでいって、うん、でまあ、そういった予防が多くなったらねオプションとしてまたつけていきたいなと思うので、うん、そこは臨機応変にやっていきたいと思ってます、うん。その方で深く聞いてみたら、はい、タイのベトナム風、はい、ベトナム風とか言ってましたね。ああ面白いな。まあタイのそうですね、まあそうですね、いろんな表現はあのいろんな感じ方はあると思うので、まあタイっぽいんだけれどもやっぱタイではないからベトナムっていう感じもあるから、うん、まあ、そこはタイではないようなベトナムのその味っていうのを感じて逆に感じていただいたんじゃないかなと思ってるので、それはそれいいなと思ってますね。なるほど、はい。まあ日本のベトナム風ってやつを、はい、まあ
開発していただいて、はい、たくさんの方に来ていただければいいですね、はい、そうですね、まあまずはやっぱ地元の方、池田町民の方々がたくさん食べていただいて、まあ、それが一つなんか習慣になっていただくのが一番私のなんかもうなんか、まあ、ちょっと、まあ、野望っていうか本当にもう個人のあれの好みだと思うんですけれども、はい、ただ、まあ、それで、まあ、池田からやっぱこのエリアだったりとか、まあ、信州っていうところに、まあ、いろんな方にその食べられていただくチャンスが、まあ、増えたらいいなと思ってますね、はい、そしてゲストハウス、はい、まあ、両立できればもっと最高といったところで、ね、そうですね、そこはもう日々改善で頑張っていきたいなと思うんで、ゲストハウスもしっかりやってアサフォーっていうのもしっかり浸透させるっていうのは、まあ、まずこの 1,2 年の目標かなと思います。今後の目標ですね、はい、ぜひ目標に向かって頑張ってください、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。